どうやって昇進しよう e スポーツか優勝賞金ょ1億円そんなすごいのかそうだこれだ <laughs> さて今日も働くよおはようございますおはよういやいやせが出るねあ社長おはようございますおはようございます実は会社の設備に量子コンピューターを導入したんだ量子コンピューターパソコンを使ってみればわかるわあ,あすごいパソコンの動きがとても速くなってる本当だ今まで起動に5分くらいかかってたのに今の時代コンピューターは仕事の命だからね快適な PC 環境で今まで以上に仕事を頑張ってくれさすがです社長。ありがとうございます <laughs> うちの会社がまさか量子コンピューターを導入するなんてこれを使えばゲームの環境が見違えるほど良くなるぞこれで e スポーツの大会で優勝できる賞金は僕のものだよし軽々と予選を突破したぞただ決勝はいたんできないな量子コンピューターの出力を上げよう確実に勝つんだあれ急にパソコンが重くなっちゃった。 どうしたんだろう社長に聞いてみようかしら社長すみませんどうしたパソコンの動作が急に重くなってしまいましたなんだって量子コンピューターを導入したのにそんなことあり得るのかちょっと見せてくれほら全然ファイルがダウンロードできませんサーバールームを見に行ってみよう何か原因がわかるかもしれない <laughs> うー焦るな焦るないつも通りやれば絶対に勝てるなんせ量子コンピューターだしかも出力は最大動作環境で負けるわけがない野良くん何をやっているんだよしいいぞ行け野良くん 社長なんでここにそれはこっちのセリフだ仕事をサボってゲームかしかも会社の量子コンピューターを勝手に使ってちょっとすみません後でちゃんと謝るんで今集中させてくださいその必要はない君は今すぐにクビだ出ていけえー、そんなーちょっとゲームやってただけでクビはひどいですよ君のせいで会社全体のパソコンが重くなってるんだよこれは妨害だわかりました社長これだけ聞いてください何言っても無駄だ言い訳なんか聞いている暇はないんだ やっているゲーーームは e e ススポポツツの大会なんでですすしかも決勝戦簡単に言うとゲームの大会です。これで優勝したら賞金が1億円出るんですよ。そんなに高額なのかもし僕が優勝できたら賞金は全て会社の経費にしてください。え僕は会社に貢献したくて自分にできることは何かを考えた結果、e スポーツで戦っているんです。なるほどじゃあ優勝できたら首は取り消しだいや、1億円の利益を今すぐ出せるのなら昇進だ。本当ですか絶対勝つんだぞ。 いシゃア昇進がかかれば絶対に負けるわけにはいかないぞ。いけいけうー。焦るな焦るな相手の動きを慎重に読んで、なんか飲むか話しかけないですみません。うんやりました。優勝です。本当か1億円はいやったー。量子コンピューター最高。少しは僕の腕も褒めてくださいよ。そうだな。悪かった。ちゃんと賞金は会社の口座に振り込んでくれよ。わかりました。なら約束通り。野良んは明日から趣味でやった。ー社長量子コンピューターの様子はあ、パソコンの動きが戻りました。おお治ったんですね。それが野良くんが直してくれたんだえ。 ことじゃないですよ。この功績を叩いて野良くんは明日から主任に昇進する。ええー、野良くんが主任？野良くんじゃなくて野良さんだからちゃんとわきまえてください。なんで先を越されるんだよ、クソ。明日から部下として僕にお茶入れてね、富澤くん。調子乗るの早すぎるだろついに富澤の調子になったぞ。この調子なら社長になるのも夢じゃない。昇進のご褒美に明日は遊ぶぞ。次の動画もチェックして、ね。